今回は衝撃事実、あなたの会話が人工知能に盗聴されているという内容を紹介していきます。画面の前のあなたもこんな経験ありませんか？友達や家族などとたわいもなく〇〇って知ってるとか〇〇行きたいんだよねとかって話し終わった後すぐに話していた内容に関連する広告がスマホの画面に出てきたっていう経験ないですか？例えば僕が最近あった話で言うと31のポッピングシャワーを食べたいねと話していたらその話を終えた直後に YouTube の広告で急に31が出てきたんですよ。僕は普段から検索していたわけでもないのに話していた内容の広告が出てびっくりしました。ちなみにこの1回だけではなく同じような経験が何回もあったんですよね。これって僕だけかなと思ってネットで調べたところ同じように思ってる人が何人もいました。 iPhone に人工知能を搭載している Apple が公表しているわけでもないので真相は闇の中です。怖いですよね。もし同じような経験があった方がいたらぜひコメントで教えてください。それでは今回の本題に入ります。実はこれから紹介する2つに当てはまっているとあなたはほぼ確実に盗撮盗聴されていることになります。1つ目が盗聴アプリです。これは他人に入れられている可能性があります。しかも簡単にはわからないようになっていて隠されていることが多いのでその見つけ方をこの動画では紹介していますので動画を見ながら確認してみてください。まず iPhone 編です。ホーム画面の一番右まで行きます。そうするとこの画面になるのでここがアプリ一覧です。隠されているアプリもここでは表示されるので一つずつ見ていって知らないものがあれば盗聴アプリの可能性があります。次に Android です。設定を押してアプリを押します。そうするとアプリ一覧が表示されるのでここで見覚えのないものがあれば盗聴アプリの可能性があります。次に2つ目の謎のマークです。これは iPhone の機能で盗撮盗聴されていることをお知らせする機能があります。正式に言うとカメラとマイクを起動していることをお知らせする機能なんですがスマホでアプリを使っていないときにこの機能が点灯しているときは盗撮盗聴の恐れがあるので注意してください。確認方法は iPhone の上側にあるこのポチ表示です。緑が点灯していたらカメラが起動している証拠、オレンジが点灯していたらマイクが起動している証拠となります。普段からこの表示が点灯してないかよく見てください。今回は悪用現金、友達が悪口を言っているか調べる方法を紹介していきます。実はこれはあまり知られてない裏技なので絶対に悪用しないでください。この方法を使えば周りの友達があなたの悪口を言っていないか調べることができます。しかも iPhone と AirPods さえあればできるので持ってさえいれば今すぐできます。それではやり方を紹介します。まず設定を押します。ここのコントロールセンターというところを押します。ここの一番下のところに聴覚というところがあるのでこれをコントロールセンターに追加します。そうするとここの一覧に追加されます。そしてこの耳の部分です。これが追加されたら成功です。あとは友達とご飯に行っている時にこの耳のマークのところを押します。あとは iPhone を裏に向けて席を外して耳に AirPods をつけていればこの iPhone が聞き取っている音を AirPods で聞くことができます。そうすることによって友達が話している悪口は iPhone から AirPods をたどって聞くことができるのでもしあなたの悪口を言っていればすぐにわかります。何回も言うようですがこれは盗聴ができてしまうので必ず悪用しないようにしてください。今回の動画はいかがでしたか？新しい学びはありましたか？少しでも学べた、ためになったと思ったら高評価ボタンを押してくれると嬉しいです。毎月5000円、人によっては1万円以上もスマホ代を払っているんですから、そんなスマホを使いこなしていろんなことができるようになりたいですよね。このチャンネルではあなたが意外と知らないスマートフォンや iPhone の知識をおじいちゃんおばあちゃんにも分かりやすいように発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。また月々のスマホ料金を下げたい、そんな方の相談にも期間限定で載っています。元携帯ショップ店員の僕が公平な立場で相談に乗ります。 TikTok フォロワー15万人、 Instagram フォロワー5000人、 YouTube 登録者6000人超えの SNS 総フォロワー16万人の
現役インフルエンサーと直接話せる機会なのでかなりレアです。詳しい内容は概要欄にまとめてありますので、気になる人は見てみてください。無料で相談に乗ってほしい、そんな方はインスタグラムのストーリーで不定期にはなりますが質問回答をしております。概要欄からフォローしてその機会を逃さないようにしてください。毎日1分、スマートフォンや iPhone の知識を隙間時間で学べる LINE ブームも更新しております。無料で見れますので概要欄から飛んで絶対にフォローしておいてくださいね。僕のスマホ教室は TikTok からスタートしました。初めてすぐにためになった、もっと知りたいと反響があり、どんどん動画がバズりました。その結果3ヶ月でフォロワーが10万人を超えました。そんな僕の実体験をもとに作った完全版 TikTok 攻略ロードマップも好評発売中です。一人でやるっていうのはかなり大変ですからね。購入者特典で永久サポートもついています。 TikTok やってみたかったっていう人や、高額のコンサルを受けようか迷っている、そんな人は概要欄に載せてありますので、まずは買ってみてください。きっとこれだけで望む結果は得られると思いますし、1万フォロワーは優に超えますよ。また企業の方で TikTok を始めたいけどよくわからないという方、あなたの TikTok アカウントを僕が代わりにバズらせる運用代行をやっております。20社以上のアカウント運用に携わった実績があります。僕が必ず望む結果へ導きます。詳しい実績などはここで話すと長くなりそうなので、概要欄にある TikTok 相談用公式 LINE へご相談ください。また見えないと思うんですけど、僕が今着ている T シャツも好評発売中です。 T シャツってどこで買っても大体一緒じゃないですか。だったら自分で作っちゃえということで僕がデザインしました。これで稼ぎたいというわけではないので、僕とお揃いにしたいという方やデザインが気に入ったっていう人は概要欄から買うこともできるので、ぜひ見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画であなたへ新しい価値提供することをお約束します。